猫の家はラトビアのリガにある建築物である。リガ旧市街にあるメイスタル通りの10番地に立地している。建築家のフリドリズ・セファルズによって設計され、1909年に建てられた。建築主はラトビアの商人であった。黒猫の彫像建物にはアール・ヌーボーの建築様式が見られる。建物の屋根の上にある2基の小塔には黒猫をかたどった。 同性の彫像がそれぞれ設けられており、いずれも背中をアーチ状に丸め、尻尾を上に立てている。建物の名称はこの黒猫の彫像に由来する。猫の家を含むリガ旧市街はリガ歴史地区としてユネスコによって世界遺産に登録されている。現在はオフィスビルとして利用されており、1階にはレストランが開業している。地元の言い伝えでは、 この建物を建てた商人は通りの反対側に会館を持つ大ギルドから組合への加入資格を十分に満たしていたにもかかわらず加入することができなかった。大ギルドはドイツ人が影響力を持っておりその商人はラトビア人であるからという理由で加入を拒絶されたのである。そのことに憤慨した商人は黒猫の彫像を尻尾が大ギルドの会館の方に向く形で 屋根の上に取り付けた。後年になって大ギルドの建物はコンサートホールとして利用されるようになり、黒猫の彫像は音楽が聞こえてくる方向に向きを変えたとされる。南側にはリーブ広場がある。南へ80メートルほど行ったところには小ギルドがある。南西へ210メートルほど行ったところにはリガ大聖堂がある。西へ500メートルほど行ったところには リーガ城がある。西へ300メートルほど行ったところには3人兄弟がある。ありがとうございます。